今回は、宮尾富子の長編小説。1972年8月に第一部を自費出版し、1973年の第9回、太宰治賞を受賞同年12月及び1974年3月に、筑麻書房より上下巻にて刊行された。春明かり、朱夏、仁淀川と続く自伝的四部作の第一作で、自らの父母をモデルに、 大正から昭和初期の高知の花町を舞台に15歳で土政人に嫁いだ発行の女のひたむきな生涯を描く。1985年に映画化、1975年と1999年にテレビドラマ化された。高知の下町に生まれた吉和は15歳で岩子に嫁いだ。土政人で前言である岩子の家業に吉和は飛び込んでいった。しかし、 生まれ育った環境の違いから、吉和は岩子の家業を吉とはせず、二人の関係は破局へと向かった。後に中高文庫、筑馬文庫、新潮文庫に収録された。東映制作で五社英雄監督、小形健及び戸明幸雄の主演により映画化され、1985年1月15日に公開された。富武で育つ子供たち岩子と関わる。 女たち、吉和の実家富武で働く人々その他1975年10月10日から12月29日にネットテレビポーラ名作劇場にて全12話で放送された。1985年9月26日には12話をまとめた再編集版が放送された。 キャストスタッフ1999年5月6日5月13日5月20日に NHKBS2 衛星ドラマ劇場にて21時から22時29分に全3話で放送された。翌2000年1月8日、1月15日、1月22日には地上波の NHK 総合テレビ、NHK ドラマ館でも21時から22時29分に放送された。 ク春明かりの2作品に続く、宮尾富子原作、松高子主演による3部作の最終章と位置づけられる。2021年5月22日に BS プレミアム及び NHKBS4K の同時放送で19時30分から23時57分に3本立てで再放送された。キャストスタッフ放送日程受賞会に関するカテゴリー、会に関するカテゴリー、 ありがとうございます。